まあでも使い方わかんなかったらあんまり意味ない、まあなんね、か、フォトショップとかもそうだしね。いや、もうフォトショップも難しい。あれ、重いね、ここ。ヘビー。Really? あ、なんだこれ、ラグだ。初めてだ。お、あ、そっか。私全然さっきまでね、録音してなかったんだ、録画。録画してない。 今回からレコーディングした。だから重い。今までず全然、そうだね。嘘ま、だ。間違ってた。いろんなイベントがあっ た。そうだよ。なーい、私も一超人倒したのに。そう。一人倒したのに。いや、嘘。10人倒したね。そう。いつも通り。いつも通りだね。Yeah. Usually。Easily. あ、やっぱ重いわ。録画してるから。シャドウプレイ起動したら重くなった。ということはこれが初めてだ。どうしようかな。これゲームのタイトルなんて言うんでしたっけ？リングオブ、LCM ちゃんと録画してなかった。N、初プレイ。ネスター125さんと遊んでいます。OK。Sounds good。また忘れちゃった。アラグン、グラーブ、なんだっけな。アクサン、アクサアングクラブ。サングラ、Yes、アクそサングラブ。う、そう、アクサングラブ入れた方がいいかな。ネスタと、リングオブエリシウム、プレイ、アクサングラブ、欲しい。シュラクの声が泣くなったアクサングラブしたね。おお、何ここにいるの。あ、なるほど。 よかった、危ないからね。すまない。このゲームとサウンド機能の相性が悪いのか、どうしても雑音が入ってしまいます。他のゲームでは問題がないので、お手上げ状態です。スタートマッチング。まあ、途中で音声が切れるか、それか雑音がひどければ、ボツになります。まあ、多分、雑音で無理なのかもしれない。昨夜一緒に遊んだ時に、私の音声が相手に聞こえない状況が多々ありました。その時は通信、音声通信に、なんだっけな、ディスコード使ってたんですけども、まあ、昔の PUBG ではよく起こった現象なんですけど、最近はサウンドドライバーを更新してから、まあそういうことは起こんなかったんですけどね。この新しいゲームでは起こってしまうと。で、その現象が発生して、ミキサーの USB ケーブルを差し直すんですけども、結局、その場では、通信はできる、二人で会話はできるんですけども、録音の方には私の声が乗っていないという。ひたすらネスタ125さんが一人で喋ってるビデオが出来上がってしまったと。まあ、そっちを公開してもいいんですけど、変ですよね。あれ、誰もいないのかな？誰も来ないのか
来ないでくれれば嬉しいな。いいね。このゲーム先に降りるとこ決めちゃうんですよね。私はここに降ります。あ、延長されてるね。違うのかな。ごめんなさい、ちょっと意味分かってません。 Other players だから。で、シャドウプレイで記録してると読み込みも遅くて、まあ古い PG を使っているので、 PUBG に、あれおかしいな、 PUBG ではよくあった、建物が溶けて入れない状況があったんですけど、まあ、このゲームではそこまではないようです。ただドアが開かなかったり、あ、開くな今。人が増えていくと重くて動かなくなっていくと思います。私の PC ではね。よいしょ。今のところ寮で一人倒しただけです。あとはやられっぱなしです。相変わらず PUBG よりも簡単なのかもしれない。リコイルはまああるんですけど、何取ったんだ。 PUBG よりも当てやすいかもしれません。で、切り替えがマウスのスクロール、同じだよね。マシンガンか SR が欲しいで、これまだ決まってないのかな。45秒、多分45秒後に決まるのかな。いいね、 AK。 これでいいかな。これを AK を入れる。どのみちまともに戦えるほど慣れていないので、いつもながら。あ、何？あ、これで、これ何？ SMG?MP5 の方がいいかな。SMG。もういらないかな。MP5。そうだ、MP5 は有名だね。私よくわかってないです。いいね、7mm。 もうこれでいいでしょう。コンペンセーター。今私はどこにいるんだ。私こっちか。走らないとね、5分後に収縮されるので。今持ってるのか、これ持ってますね。ウェイト150、ちょっと意味わからないです。さて、
オレンジのポイント、私イエロー、イエローか、イエローのポイントに向かわなければ乗り物があるといいな。手榴弾、まあ、今 AK 持ってますけど、なんだっけな、オートとの切り替えは B ボタン、多分シングル、これでオート。ホールドってなんだろう。ホールド、あ、違う、ホールドじゃない、ホロか。ちょっとよくわからない。 AR、左上に出てるのが、開いてんのかな、もともと。残り人数ですね。右上な。これいいな。それ必要な、行こう。ついにここ隠れるとこないな。セーフエリアに入ったってことですね。少ないせいか PUBG より緊張しなくていいです。んでもなんかこのバトルロー、あ、違う、ロワイヤルゲームっていうのかな、最後に一人残るやつ。まあそれもこれドンカツっていうのはないと思うんですけど、なんかヘリコプターに乗るとかちょっとルール分かってないんですが、なんかこういうゲームって勝っても負けても人を倒すので、落ち合うゲームなので、なんか精神的にきついんですよね。まだゾンビとか倒してるならいいんですけど、あ、そういえば PUBG でもなんかゾンビモードが追加されたのかな。ちょっと PUBG もとにかく Steam を起動するのが4ヶ月ぶりだったので、いろいろ設定も忘れましたし、ここいるかな。
手すり、あ、違う、何バックパックイズフルか、バックスペース、なるほどね。すごいね、ここ出血剤サービス、あ、いや、こんなにいっぱいあるんだ。無理だな、これデリバリーサービス係になっちゃったな。次どこ、入ってますね、入ってねえから。私ここにいる、ここがセーフゾーン、違うから。次こっちになったらアウトだね。やったね。投げ物強いね。投げ物で倒したわけじゃないけど。何これ、しようとした、あー、やられた。でもよかった、ワンキルできた。これで録画ができてればいいんですけど、はあ、グレーブになった、あ、お墓になったね。じゃあちょっと確認してみましょうか。多分今雑音が入るのかな。いや、今はクリアに聞こえる。なんだ今、チラッとディスクトップが映ったような。最後までご視聴ありがとうございました。